嘘でしょ、ちょっと待って。三上奈美のベトナムランポへようこそ。本日はホーチミン3区のスタンディングヨガに来てます。イエーイ。と言ってもですね、今日はスタンディングヨガを紹介するわけではありません。もうすぐベトナムではとても大きなイベント、中秋節がやってきます。それに向けて今街中で月餅が売り出されているのですが、今日はそんな月餅を食べ比べしてみたいと思います。ということで今日はこの担任協会の前にある、おっと以前も来たこのコンカフェで、コンカフェでもオリジナルの月餅が売られているので、このコンカフェの月餅とあと2つ今日は持ってきてあるので食べ比べをしてみたいと思います。それではいっちゃおしんちゃん。三上奈美のベトナムランポ。ロータス、ロータス、ロータス。あ、ロータスの方がいいかな。一応あのここにあったので月餅を聞いたら、卵のやつとあとハスの実のやつの2種類あるみたいです。届きました。月餅セットと、これ写真だとポットだったんですけど、大きめのカップで来ました。ここにカンボットもあります。で、こちらがヨーグルトコーヒーです。これは割とコンカフェ名物かなという感じがします。星のマークも可愛い。そう、せっかくなのでこれはちょっとおまけで頼んでしまいました。そしてですね、ここでいきなりいただきますをしたいところなんですが、今日は美味しい月餅を食べ比べということで、他にもあと2種類用意しております。まずはでね、マルーン、メゾンマルーンの月餅。これは有名なチョコレート屋さんですね。今回はこちらのかぼちゃの種が入った月餅を買ってみました。さらにでね、割と日本でも話題になっていたんじゃないかなというですね、オレオの月餅。こちらは公式サイトで買おうとしたところ、8月の前半の時点ですでに売り切れていたのでですね、はい、ベトナム人のお友達に探してもらってショッピーかなんかでようやく手に入れることができました。ででーん、箱も立派、オレオ月餅。これはなんかチョコレート味といちご味噛んじゃった。これはチョコレート味といちご味がありそうです。ではせっかくなんでオープンしていきますか。まずはこのマルーンのやつ。マルーンはね、4種類あったかな、4種類ある中で一番なんか美味しそうだなと思うやつを私的に選んでみました。じゃん、食べ終わった後も使える、何に三上の M。 なんかこのね、包装紙が金色なのもチョコレート屋さんって感じですよね。あら、かわいい。メゾンマルーの月餅でね。素敵ですね。あ、次、オレオ月餅。これはちょっと箱の開け方が、あ、こうか。え？お、出てきました。すごい、なんか箱もめっちゃ凝ってる。秘宝。取れたなんかポタって落としたなと思ったら、一応なんとか磁石があるのでどうにかなりそう。2段入ってる。これはチョコレートといちご味なのかな、それぞれ。いちご味、チョコ味なんかこれでね、こっちはいちご味です的なのかと思ったらチョコ味でした。そしていちご味、イエーイ。2種類楽しめそうです。よかった。これね、見た瞬間はね、え、どっちもいちご味じゃんと思ってちょっとドキドキしてたんですけど、無事2色ゲットできました。なんか楽しいね。ちなみに月餅は結構その
会社とかね、あとアパートに住んでたりするとアパートの管理人さんとかが毎年くれたりとかするんですけど、やっぱりベトナムの月餅ってベトナム人はすごい大好きで、どうしてもなんかやっぱ独特の甘じょっぱさ、なんか甘いのかなと思いきや突然ソーセージ入ってたり、突然なんか塩卵の黄身が入ってたりとかっていうトリッキーな感じがどうにもそんなに得意じゃなかったんですけど、そんな日本人でも美味しく食べられるんじゃないかというですね、スイーツ的な月餅を取り揃えてみました。ではまずこちらのコンカフェの月餅から食べたいと思います。これは2種類ある中でハスの味を選んでみました。店内で頼んだらちゃんと切ってくれてるけど、何かが入っている。ハスの味だから甘いんじゃないかなと思ってたんですけど、若干怪しいね。これ塩卵っぽいよねこれ。独特の匂い、うん、甘い匂いじゃない。じゃあいただきます。まずね、香りがベトナムに来るまであんまりその出会ったことない匂いがするで、口中の水分が奪われます。なんだろう、通常の月餅は本当に私ちょっと食べづらくて苦手なんですけど、それよりは全然食べやすいんだけど、ただやっぱその日本人的感想を言ってしまうと、この塩卵いるかなこれがなければもっとなんかより食べやすい味なんじゃないかっていう、この周りのなんか白い部分とかは甘みがあってちょっとなんかあんこっぽい感じ、これがハスのあれなのかな、身を潰したものなのかな。あ、美味しいですけど、何の香りって言ったらいいんだろう。でもなんか二口目からはなんか慣れてくるのもあるのか、なんか悪くないなっていう感じがします。本当通常のね月餅が申し訳ないけど苦手なんで、それに比べると本当に100億倍食べやすい。やっぱ粘度が高くて噛み応えがあるので、お茶は必須かな。あったかいお茶、まあ、このお好みで金柑も入れられます。ちょっとそのまま飲んでみよう。蜂蜜レモンティーかな、甘い香りがする、うん、風邪ひいた時に良さそうな味。美味しい。でも口の中が一気に動き出した美味しい。ではお次マルーの月餅。これはねもうね本当に美味しくなきゃ困る。そう、このマルーの月餅は私住んだ年にも食べたことがあるんですけど美味しかったです。ただなんかその時とまた味が違うのかなって感じでした。ラインナップが毎年やっぱちょっとずつ変わってるっぽい。さあ、ベトナムが誇る超美味しいチョコレート屋さんの月餅は、でで中身もチョコレートででもう美味しそう。見た目からなんかチョコレートパイみたいな感じ。いただきます。美味しい。これは美味しい。なんだろう、初めてそのベトナム来た年に食べた時の月餅よりもさらに美味しいかも。進化してる、まあ、その時パンプキンシードの味はなかったと思うんですけど、なんかすごい全体的にしっとりして月餅というか本当にケーキって感じ。やっぱチョコレートだからお茶よりもコーヒーの方が合うかもっていう感じがしますね、うん、めちゃくちゃ美味しい。これ最後に食べればよかった。うん、3つ目はお待ちかね、オレオ月餅。いちごとノーマル。すごい、見た目がめっちゃ可愛い。テンション上がる。なんかすぐ売り切れちゃうのも分かりますね。
ちなみに今回ある月餅の中では最も小ぶりな形をしております。カット。なんか割と切りやすいかも。いや、まずいちごちゃん。てるー、なんかいちごジャムみたいなの入ってる。すごい、中も赤くてかわいい。かわいいが詰まっている。ではいちごちゃんいただきたいと思います。おいしい、ちゃんとおいしい。でも全く月餅じゃない。まったり感は月餅なのかな。なんだでもこれ和菓子みたいな感じがする。あんこも甘すぎないし、このいちごジャムがすごい酸味がしっかり効いてて、なんかバランスがすごくいい。めっちゃ美味しい。毎回飲み込むのに時間かかる。でもこの味はもらったらかなりテンション上がるかも。美味しい。びっくり。お次は黒い月餅。黒い月餅、オレオのノーマルの月餅ですね。中身はどんな感じかな。なんか地層みたいな感じ。カフェみたいな感じの色。キャラメルなのかな。何の色だろう。いただきます。これは紛れもないオレオの月餅。周りのこの味がオレオ、まあ、サクサクはもちろんしてないけど、すごいしっとり生地になったオレオって感じの味。でも中はなんかチョコレートと、ほんのりキャラメルみたいな感じなのかな。でもなんかもう全体的にそのチョコ感というかが強くって、わかんないですけど、チョコレートあんみたいな、でちょっとキャラメル風みたいな、こっちの方がいい。チョコレートケーキ感が強いというか、マルーとはまた全然違った感じの味です。もう生地の外側から食感が全然違う。これ甘い方の月餅の特徴なのかもしれないけど、全体的にその通常の月餅よりはちょっとキュッとしてちっちゃい。だけど密度が濃くって、そのあんとかが結構しっかりねっとりした感じの粘度が強い感じで使われているからか、一個一個がすごい重たいゆえに、結構この一切れずつ食べただけでだいぶお腹いっぱいになります。やっぱその一人で食べるとかよりは、大人数でいろんな月餅持ち寄って、ちょっとずつ一個ずつをカットして一口ずつ食べるぐらいとかでも大満足かもしれない。だからベトナムに住んでる方とか旅行に来る機会がある方とかは、何人かでそうやって食べ比べするのは絶対楽しいと思います。まあ、もう結構これだけでもマジで今日の分の糖分全部取った感じがします。いや、なかなかやっぱこれ4つは食べるの重いので、まあちょこちょここれに入れ直して持ち帰っていこうと思うんですけど、ここで私的美味しかった順を発表したいと思います。第1位はバン、そりゃそうでしょう、メゾンマルー。圧倒的、やっぱり美味しかった。箱を見直したらやっぱりパンプキンシードって書いてあったんですけど、なんか種の食感みたいなのなかったから、もしかしてこのペースト状でちょっと入ってる、ほんのり黄色い中央のところの入ってるのが、まあ、パンプキンシードをペースト状にして入れたのかなっていう感じがします。まあ、本当に主にチョコレートの味なので、かぼちゃっぽい味みたいなのがほぼ感じで、ほんのりって感じでしたね。はい、もしかしてそのほんのり私が感じてるのも勘違いかもしれないですけどなんとなくかぼちゃのふわっとした感じがある、はい、味わいでした。第2位はパッパン、オレオのいちご味。正直オレオどっちもすごい美味しかったんですけど、いちごはなんか想像をさらに超えて美味しかったので、
驚き点が追加されて2位に選ばれました。全然月餅っぽくなかったっていうのももちろんそうですし、こういう味がベトナムにもあるんだっていう新しい発見みたいな感じでした。さっき言った通り、だから第3位はこのオレオ味、オレオは本当にほろ苦い感じの外側とオレオっぽさもちゃんと残しつつ月餅っていうところがね、初めてようやく食べれたのでよかったなっていうので3位。そして最下位はね、この場所で撮影しておきながらなんですか、コンカフェの月餅ではあったんですけど、でもこの月餅もだいぶ美味しくて食べやすいです。なんかこれが一番伝統的な味にこの中では近い、やっぱり塩卵が入っているので。ただこの塩卵がちょっと日本人的には普段はちょっと邪魔をするっていう感じなんだけど、これはねその塩気がそんなに強くないから、割とその全体的な味のマッチングがすごい高くって、なので、いきなり本物の月餅は結構その味が、香りも結構きついので、なんか食べるのを躊躇するなっていう方も、でもなんかちょっとベトナムっぽい味食べたいなっていう方はぜひこのコンカフェの月餅すごい食べやすいし、塩卵も割と食べやすく、甘くって、このハス味の方はすごい美味しかったですね。もう一個の方の味はさらに伝統的な味に近いのかなという気もするけど、もう一個の味もし気になる方がいたら食べてみて、コメント欄にてぜひ感想とか聞かせていただければ嬉しいです。その他にもですね、今コンビニでドラえもんの形の月餅が売ってたりとか、本当に今ベトナム中であちこちで月餅が売られてるんですけど、おすすめの月餅などありましたらそちらもコメントとかで教えていただければとっても嬉しいです。また今日私が食べた月餅も気になる方はぜひ皆様チャレンジしてみてください。というわけで本日も三上奈美のベトナムランドご視聴いただきありがとうございました。最後はなみなみじゃんけんじゃんけんぽい、また会いましょう、バイバーイ。月餅食べるときいつもこう切って塩卵のとこですよ、どかしてるて月餅警察に怒られるよ。ちなみに全然このヨーグルトコーヒー飲んでなかった。あ、味がなんか薄まって変な甘みになっちゃった。ちょっと、あ、星が消えていく、私の星が。うまい、これが一番うまい。